モディボ・マイガは、マリバマコ出身の同国代表サッカー選手。第一部リーグ、ブリーラム・ユナイテッド FC 所属。ポジションはフォワード。ラジャカ・サブランカ・バマコに生まれ、2003年の15歳の時に、故郷のスタッド・マリアンでプロキャリアを始める。モロッコのラジャカ・サブランカに移籍すると、10代後半で国内リーグやワファカップなど数々の大会で優勝を経験した。 ルマン2007年、20歳の時に、フランス一部のルマン FC と契約。ジェルビーニョや、ステファンセセニョンらと共にプレーし、フランスサッカー界で地位を確立していった。その後に、クラブは降格したが、自身は2部の舞台で88試合15得点と、活躍し、2010年に一部の FC 訴訟へ引き抜かれ、背番号15が与えられた。訴訟下流1年目は、 リディエ・ブラウンと、それぞれ15得点、合計30得点を挙げ、チームの総得点数の半分以上を記録する、強力なコンビを形成。さらにアシストや組み立てに優れたマルバン・マルタンとリャド、ブデブズのコンビの存在もあり、チームは5位と躍進し、UEFA ヨーロッパリーグ2011から12、プレイオフ出場権を獲得した。2011年8月12日、 入荷するユナイテッド FC への移籍を希望したことから訴訟でプレーすることはないだろうとクラブ側から発表され自身も SM カーン戦と AS ナンシー戦でプレーすることを拒否したが一点 FC メタリストハルキュー戦と FC ロリアン戦には出場したアウェーへの帯同を拒否するマイガとケビンアナンの行動にチームの一時的な不信も相まってサポーターは批判した 10月18日、デイリーテレグラフとレキップなどいくつかの新聞は、マイガが入荷する遺跡間近と報道。12月13日には、1月の遺跡市場で遺跡金700万ポンドで、合意しロンドンのメディカルチェックを受けていると報じられたが、12月16日に、レキップはメディカルチェックが失敗に終わったと報告した。 ウエストハムユナイテッド2012年7月17日にウエストハムユナイテッド FC のメディカルチェックを受け翌日に遺跡金非公開の契約期間4年と2年延長のオプション付きで契約した2012年8月18日1から0と勝利したアストンビラ FC 戦で81分にカールトンコールと交代しデビュー8月28日のフットボールリーグカップ2回戦 クルー、アレクサンドラ FC 戦でホームフル出場をし、ニッキー・メイナードの先制点の後に移籍後初得点を決め、2から0とリードを広げ勝利した。また、同大会のウィガン・アスレティック FC 相手にも得点した。10月20日のアップトン・パークでサウサンプトン FC 相手にリーグ戦初得点を記録し4から1で勝利すると、同じロンドンを拠点とする。 チェルシー FC 戦で途中出場してから4分後に、得点を挙げ3から1で勝利した。中東時代2016年7月に、サウジプロフェッショナルリーグのアルナスルとの契約解除で合意し、同年10月5日にアラビアンガルフリーグのあるイティハド、カルバ SCC へ加入した。2017年9月、アジュマン CSC に移籍した。マリ代表としては、アフリカネーションズカップで、 背番号10をつけて出場。続くアフリカネーションズカップ2012にもメンバーに選出されたが、同大会に参加中の2月にガボンでマラリアに感染したことでリーブルビルの病院に入院。次の準決勝コートジボアール戦の欠場を余儀なくされ、チームは0から1で敗れた。ありがとうございます。